はいどうもお疲れ様です10月24日朝6時の相場解説になりますけども今日足を見ていただいてる日足のこの先っぽを見てくださいもうほとんど横ばいでですね上下のボラティリティなんてないですよねでローソク足のローソクの部分が全くなくってヒゲもだから出てるかっていうとヒゲも出てないと横一線みたいな感じなんでもう基本的にはあの何もできません でこれは150円の壁っいうものがあって149円の900あたりに上に向かう大きなね抵抗があるっていうこととあと下は下で無制限に行くかというとそうではなくて基本的にはね上昇トレンドの最中ですからあの下に行く力ってのも弱いわけなんですよ。 まあそういった中でもう完全に横ばいに入ってしまったなと横一線に入ってしまったなってところですよねまあでもこれも明日までのことだと思いますんで、えー、もう一日耐えるつもりで見ていきましょうじゃあ4時間の方行ってみます4時間もねまあ動きがないようなあるようなでしょうこうをうふうに囲ってみたところで、えー、結局ね上下のピップスがやっと60なんですよ やっと60なんだけども直近の動きを見てると上下の動きが大体30ぐらいでしょでこれじゃあねだから唯一取れたのがここからドーンと下がっていってここから上がるところまあこんなところだったんじゃないかなと思いますそれからあの先週のことですけども1週間かけて50ピップスを取るのは不可能ではなかったと思うんですけどもまあでも不可能ですねこれはねやっぱ寝動きっていうのはこのぐらいが起きてこないとポン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 取れないわけですようん だからボラティティがこんなになっちゃうとちょっと利益が取りにくいよねってこと、まあ、繰り返し繰り返し申し上げていっても退屈になったかもしれませんけども <laughs> あでもそれしか言うことがないんですよね今ね材料もないですしねで1時間になるとちょっと動いてるように見えますよねまああのこういうふうにチャンネルラインができたところここをブレイクしてあの下の方に行ったようには見えるんですよでブレイクして反動で返ってきてるように見えますけどもそれでもね40ピップスくらいですからねこれがね 頭から尻尾まで奇跡の上級者が取っても40ピップス、うん、普段私たちはそこまで高いレベルじゃなくても30ピップス前後を取ることを目標にやってますからねうん厳しいですねじゃあ今後の動きですけどもどうなるかっていうとこれはね非常に仮説が引きにくいんですけども、うん、ちょっと一旦消して見てみましょうかこの動きだけ見るとここに新しく値動きが設定できなくもないんですよ、うん、そのぐらいしか言うことないですね もうこれもだから上下が20ピップスぐらいですからじゃあこれをレンジオプションとして捉えるんですかっつったらそうもいかないんでじゃあ私があおすすめする方針としてはこれを上にブレイクしたらそこから149の90あ、ま、た、ま、りまで倍の方向に取っていくってことですよねこれぐらいしかありません、はい、じゃあ明日また似たような状態だと思いますけども明日のね晩には材料入って多少をこのお チャートってのも荒れると思いますからその荒れた後の復元力でもって利益を出していきましょうそれでは